写真拡大。岡山倉敷市の未就学児を対象にした日本プロ野球選手会主催の交流イベントキッズボールパーク共催野球ソフトボール活性化委員会が1日ドリアにとっては地元凱旋キャッチボールやいい打撃などを行い子どもたちと笑顔で触れ合った。普通の生活ができていない状況の方がたくさんおられると思う。そういうことを少しでも忘れさせるという時間になったかな。昨年7月の西日本豪雨で被害を受け開催された体育館の横には仮設住宅が並んでいる状況だ。岸隆太郎。